高波は海上自衛隊の護衛艦、高波型護衛艦の一番艦。艦名は高く立つ波に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、夕雲型駆逐艦、高波、綾波型護衛艦、高波に続き三代目にあたる。高波は中期防衛力整備計画に基づく平成10年度計画4600トン型護衛艦2239号艦として、 イヒムに発注され、住友重機械工業追浜工場で2000年4月25日に寄港され、2001年7月26日に浸水。その後、住友重機械工業浦賀工場において、偽装の後、2002年8月20日に行使開し、2003年3月12日に収益し、第1護衛隊軍第5護衛隊に編入され、横須賀に配備された。 2004年6月6日、縦山沖で大規模被害対処訓練中、中排水バルブの操作ミスにより、海水が侵入し、ミサイルの発射装置、弾薬庫などが冠水し、10台以上の機器が浸水した。開幕は7月3日に、これを公表し、インド洋への派遣の可否について検討されたが、当初の予定通りに派遣されることになった。同年8月9日、 ヘロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、霧島、補給艦、浜名とともに、インド洋に派遣。同年12月まで任務に従事する。キ路の最中に、スマトラ島沖地震の発生を受け、国際緊急援助隊派遣法に基づいて、タイに派遣され、遺体収容等を行い、2005年1月11日に帰国した。2007年5月4日から30日まで、 シンガポール海軍主催の西太平洋海軍シンポジウム多国間海上訓練に参加。2008年3月26日、護衛隊改編により、第2護衛隊軍第6護衛隊に編入された。2009年10月13日に、大港基地所属の護衛艦は、紛リと共に、第3次派遣海賊対処行動水上部隊を、編成、ソマリア沖へ向けて出発し、 11月7日から翌年2月20日まで34回、計283隻の船舶を警護して、2010年3月18日に帰国した。2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震発生を受けて、海上自衛隊の先人として、東北沖へ急破され、翌12日午後宮城県石巻港近くの岸壁に、 孤立していた幼稚園児11人を含む135人を救助し、2万余名の被災者に対して、食料供与及び生活必需品の輸送を行った。初動において、レスキューフロムザシーを実践した。同年10月11日には、第10次派遣海賊隊諸行動水上部隊として、護衛艦、大波と共に、ソマリア沖、アデン湾にへ向けて、横須賀基地を出港し、 翌2012年3月12日に帰国した。2014年7月15日、第19次派遣海賊大象、行動水上部隊として、大波と共に、横須賀基地から、ソマリア沖、アデン湾に向け出港した。9月25日、アデン湾において、ナトウ軍と共同訓練を実施、デンマーク海軍戦闘支援艦、エスバーンスネアと共に通信訓練、戦術運動、 立ち入り検査訓練等を行った。10月16日には EU 海上部隊と共同訓練を実施、イタリア海軍駆逐艦、アンドリア・ドリアと共に同様の訓練を行った。その後、ソマリア沖での海賊対処行動を駅とに着くが、高波、大波領艦が日本に向け東南アジア付近を航行中に、エアアジアパッセ1501便墜落事故が発生した。 日本政府は両岸に派遣命令を出し、1月3日から9日までの間、エアアジア航空機消息不明事案に関する国際緊急援助活動に従事し、1月24日、横須賀に寄港した。2015年1月3日から1月9日まで国際緊急援助活動に従事した。1月24日に横須賀基地に寄港した。 2016年10月24日から12月15日にかけてニュージーランド海軍主催国際艦艦式及びアドムムプラス海洋安全保障実動訓練マヒタンガロア16に参加した。2020年2月2日、中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動を行うため、派遣情報収集活動水上部隊として、 横須賀を出港した。発見に合わせ環境へ防弾ガラスを追加したほか、警告用としてエルラットが搭載された。2月下旬に活動海域に到着し、同月26日から日本関係船舶の安全確保に向けた情報収集活動を開始し、同年6月9日に護衛艦、キリサメに任務を引き継ぎ、6月30日に横須賀基地に寄港した。 2020年現在、第2護衛隊軍第6護衛隊に所属し、提携校は横須賀である。中東地域における情報収集活動を霧り下げに引き継ぎ帰国の途に着く。高波中東地域における情報収集活動の任務を終了し、帰国した高波。ありがとうございます。